それどうも、今回はですね、タラのグラタンっていうのを作っていこうと思います。グラタンっていうのはちょっとまあ分かりやすい言い方、伝わりやすいような言い方にしたんですけども、正式な料理名はブランダード・ドゥ・モリューっていうフランスの郷土料理です。これはフランス南部の地中海沿岸の西側あたりにラングドック地方っていう地方があるんですけど、そこのニームっていう古い町の伝統的な料理ですね。そもそもブランダードっていうのはフランス語でかき混ぜるとかそういった意味があるんですけども、それでモリューっていうのはタラを意味するんですが、これが塩抜きした塩だら、干しだらのことを指します。タラ自体はキャビオっていうフランス語なんですけどね、こうね、塩をして干して塩だらにすると全然また名前が変わっちゃうんですよね。ちょっとね、慣れないと難しいですよね。じゃあどう作るかっていうと、本来であればその干しだら、乾燥された保存用の、タラを使うんですけども、まあ最近だとね、あんまりそれを使わないことが多いような気もするんですけどね、個人的には普通のタラを使います。ここではまずニンニクを用意するんですけども、だいたい6かけぐらいはタラを煮込むときに使って、3かけはニンニクオイルを作るために使います。火力は弱火でじっくりと香りを移すような感じです。中火だったり強火にしてしまうと、すぐにね、色がついて、そこからね、こう加速度的に焦げたような色になってしまうので注意が必要ですね。このチップの方は他の料理にも使えるので、しっかりと保存しておきます。そしたら次はタラと合わせていくためのじゃがいもの下茹でです。これは皮付きで、水の量に対してだいたい 2% ぐらいの塩をして塩茹でしていきます。それで最初に塩をしておいたタラはこんなような感じでだいぶ水分が出てきたので、これをしっかりとペーパーで拭っておきます。これに限らず、やっぱりタラっていうのはだいぶ水分が多い魚っていうイメージが個人的にはあるので、どういった調理においても事前の塩っていうのはかなり汎用性が高いんじゃないかなっていうふうにも思ってます。それで今これは牛乳と水、あとはニンニク、ローリエ、パセリの茎なんかももしあったら香り付けに使います。沸騰したら弱火にして、ニンニクにゆっくりと火を入れて香りを液体に移すような感じです。そしたら先ほどのタラをこの液体の中に入れてゆっくりとポシェします。できれば沸かさない方がいいですね。沸くとタラに火が入りすぎて水分も外に全部出ちゃいますし、必要以上に旨味もね、逃げちゃうと思うので、できればしっとりと美味しく仕上げるために弱火で沸かさないように。タラの方はだいたい20分ぐらいかかるので、その間にジャガイモですね、だいたい火が入る頃合いなので皮を剥いてマッシュしていきます。熱いうちに手早く皮を剥いた方がいいので、熱さとのこう勝負というか時間との勝負ですね。あれ？粗くマッシュしたじゃがいもはまだすぐには出番が来ないので、落としラップをして、あとは温度が下がりづらいところに置いておきます。それで今これ生クリームを煮詰めてるんですけど、だいたい3分の1ぐらいになる量まで煮詰めてとろみを出しておきます。タラに混ぜ合わせるので、今のうちに準備しておくといった感じです。そしてそうこうしているうちにタラに火が入ったので、これをバットに引き上げて、皮であったり、あとは余計な骨ですね、それらをしっかりと取り除いておきます。もちろん加熱前に事前に両方とも外してしまっても大丈夫なんですけど、こういった調理の場合は火入ってからの方が意外とやりやすかったりもするので、そこはお好みでいいと思います。そしてタラも冷めないうちに
乾燥しないうちにボウルの中に入れてしっかりと粗く、そんなに細かくしなくてもまあ大丈夫ですね。マッシュするというか、かき混ぜるというか、なんて言いますかね。ね。そしてある程度均一にタラの方がほぐせたら、この後じゃがいもを加えていきます。どっちにしてもこう両方細かくしたものを合わせるんだったら、事前にこう混ぜて両方一気にマッシュした方がいいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、やっぱりそうするとじゃがいもからね、不必要にこう粘りが出たりするんですよね。なんでできれば丁寧なやり方としては別々に細かくしておいて、最後にこう合わせていくといった感じです。そして全体がさっと合わさったところに、作っておいたニンニクオイルを数回に分けて混ぜ合わせていきます。これは味を見ながら、香りがどれぐらいついたかっていうのをこう確認しながらでいいので、いきなり全部使い切らなくてもいいですし、場合によっては分量通りじゃなくてもいいと思います。ちょっと余るぐらいですね。そしてここからは煮詰めてとろみを出しておいた生クリームを加えて、クリーミーな濃厚さをプラスしていきます。少し淡白な味といった印象のあるタラなんですけども、こういった生クリームを加えたり、あとはニンニクのオイルをプラスすることによって、味に奥行きを出していくような感じですね。用途によってなんですけども、少し味を決めすぎないように注意しておく必要があります。理由としては、この後上からチーズを振りかけていくので、そういった発酵食品の塩味っていうのがプラスされるからです。他にも薄く切ったバゲットの上に塗って、冷たい状態でサラダ感覚というか、まあそういった感じで食べる食べ方もあるんですけど、その時は逆に塩をしっかりと決めておくか、もしくは、仕上げにシーソルトとかを上からかけてもいいかもしれませんね。まんべんなくパルメザンチーズを振りかけたら、180度から200度ぐらいのオーブンで20分ほどしっかりと焼き色をつけていきます。その間に一緒に食べるバゲットを用意するのもいいですね。厚さはまあ自由なんですけども、これぐらいの、まあ、1センチぐらいですかね、厚さ。それでガーリックオイル、もし余ってたらこれをたっぷりと塗ってトーストさせます。これがまた一緒にね、食べるとうまいんですよね。うん、ということで、しっかりと香ばしい焼き色がついたブランダードがこちらです。うまい、うまっ。牛乳とニンニクの中でしっかりと火入れてるから、タラの臭みってのは全然感じられないですね。で、美味しい部分だけがこうギュッとここに詰まってるような、なんかそんなイメージ。ガーリックオイル塗ったパンともめちゃくちゃ調和してる。こんなのいくらでもいけるわ。なんかグラタンよりも軽い。うん。というわけで、タラのブランダードでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。